佐々木博は日本の教育者、東京の総合広告代理店に勤務後、プロコーチとして独立、ベンチャー企業の上場支援や大手企業管理職へのコーチング、学校教員へのコーチングなどに従事する。1996年米国大統領選挙の現地リポートが広く、マスコミにタメディア時代の統合型マーケティングモデルとして紹介され、1999年に 日本マーケティング協会より最優秀論文賞を授与される。同時にフリーライターとして広告、教育関連の書籍の執筆に従事している。1999年より教育業界に転身し、2003年に教育に特化したコーチングブランド学習コーチアカデミーを設立。これまでに3万人以上の教育関係者へコーチング研修を行い、 その数は日本でトップクラスである。その後、通信制の高校の専任講師を経て、独立と同時に首都大学東京にて特任准教授に就任。宣伝会議の就職支援講座の講師としても活動を行っている。通信制高校から南関大学への合格者を多数輩出しており、発達障害の講演者として著名な長雲昭彦は、 教え子の一人である。広島大学に勤務時に創設した企業部ファーストペンギンクラブは2年間で3社の企業20回以上のビジネスコンペ受賞実績を残しており中四国地方で高い評価を受ける。現在は広島大学発ベンチャーとなる株式会社コーチ4オールの CEO として世界初の AI コーチの開発に取り組む。また一方で主体性 創造性、強靭力、コミュニケーション力等に代表される、非認知能力の育成に特化した、学習支援サービス、ファーストペンギンクラブを創設し、英語推薦入試、公立中学受験支援サービスを通した、チェンジメーカーの育成に従事している。また、現在、平日深夜に、ツイッター上にて、就職活動生を中心に、 学生の疑問や意見に回答する活動を行い、にわかに注目を集めている。ありがとうございます。